30年。ニューヨークっていうのは、まあ日本人が気をつけるべき。パッと見た目でですね、その人の中身までこう想像されてしまって、顔の構成する部分ですね、正面から写真を撮られた時に、この角度とシャツの開きの角度を。メンズファッション TV。 皆さんこんにちは。さて今日なんですけれども、なんとですね、ニューヨークで30年洋服のね、お仕事に携わって、著述業をはじめ、まあ、様々なね、ファッションのお仕事をなさっている、ケン・アオキさん。今日ちょっと実際にね、ニューヨークと日本の服装の違いですとか、いろんな話を聞いてみたいと思います。ケン・アオキさん、今日はよろしくお願いいたします。どうも、よろしくお願いします。今朝実際に30年。そうですね、ほぼ30年。いましたね。あれ、よく言いましたね。ああ、はい、なるほど、なるほど。で、今、ちょっと戻っていらっしゃってということなんですね。はい。はい。なんか、いろんな、まあ、特に動きとかジェスチャーですとか、服装もそうですし、考えって違うと思うんですけども、具体的に、まあ、日本人が気をつけるべき、例えば向こうに行ってもそうですけども、日本の中でもそうですけども、洋服に対して、動きに対して気をつけていくポイントなどを、ぜひ教えていただければと思うんですけども。そうですね。アメリカという国、特にニューヨークっていうのは特殊な環境はあるかもしれませんけれども、みんな忙しいので、見た目で、パッと見た目でですね、その人の中身までこう想像されてしまって、まあ、どういうリサーチをされてるのかわかんないけど、その判断を 0.3 秒でするっていう、早打ちの世界の話もあるので、見た目の印象っていうのはすごく大事だって言われてるんですね。第一印象は 0.3 秒でっていうことがありますけど、0.3 秒です。ドア開けて、まあ失礼しますって入った時に、よくネクタイが一歩先に入ってくるなんていう話もあるんですけど、その瞬間に、あ、こいつは仕事できそうだなとか、俺と合いそうかなとかっていうのを判断するっていう話なんですよね。日本だとこう人柄とかそっちを重視する傾向ってありますけど、というわけはもう見た目で決定づけると。まあそれだけ、まあ普段忙しいってこともね、上の方になればなるほど、会社の重要なジャッジっていうのをその場で決めないといけないこともあるみたいなんで、どういうところを実際に見られているものなんですかね。そうですね、最近僕にお会いした方は、僕がよくあんまり適切ではない言葉かもしれないけど、ゆるふんっていう言葉を使ったりするんですけど、まずネクタイの結び方ですよね。あと、まあ簡単に言ってしまうと、顔の構成する部分ですね、正面から写真を撮られた時にやっぱり入ってくるのは V ゾーンだと思うんですけどね、その V ゾーンをいかにきちんと見せるかというところが大事で、ネクタイの結び方、シャツのサイズ、首のサイズ、それとまあ、クラシックって呼ばれている、まあ、トラディショナルって言い換えてもいいんですが、もうオーソドックスな言い方っていうんですかね。で、一つポイントあるんですけど、すでにお耳にされている方いるかもしれませんけれども、こういうこの上襟と下襟の間の部分を、まあ、ゴージラインとかゴージとかって言いますけども、この角度とシャツの開きの角度をほぼ合わせてあげるというのが、人間的にこう落ち着いた安定した知的に見えるというふうにも言われてるんですね。そうなるとですね、あんまりこう襟が開きすぎたワイドスプレッドよりも、お仕事の場においては日本では、まあ、ミディアムスプレッドって呼ばれてる、まあ角度でいうのもちょっと味気ないかもしれないけども、100度とかせいぜい110度ぐらいの開きですね。そうすると上着のこの襟のゴージの部分とほぼ平行になるんですね。でクラシックっていうのはこれも皆さんご存知だと思いますけど、19世紀の軍服、つまり爪の軍服が今の背広のルーツの一つでもあるんですけども、背広をこうぐっとこう広げていただくと、これは爪の広げていただくと
もう簡単に言うとくつろぎ感が表現できるので、何のくつろぎ感というと、まあ日本語でも胸襟を開いて話をしましょうってことがありますけれども、まあそういうことなんですね。こうまあこれはちょっとね、あのやや今風で襟も細いんですけど、僕の顔にはちょっと細いっていう意見ももちろんあるでしょうけど、一応流行のものもお見せしなきゃいけないので、襟を立てますよね。まあほぼ爪襟なので、これがまあ爪の大事ボタンですよ。私たち会社のバッジをしますけどね。で、一個だけ外しても、なんかまだくつろげないっていうか、ゆったりした気持ちになれないってなると、もう一個外すので、まあ例外もあるんですけど、爪襟の軍服っていうのは5個ボタンが多いので、5個のうち2個外して、ホック外すと、残りはいくつということで3個ですね。これが3つボタンの上着の、あの、起こりっていうふうにもよく言われてますけれども、だからまあ単純にボタンの数が多い方が、まあ、古いっちゃ古いんですよね。昔もう詰まってましたもんね。そうで、胸襟を開いて話を、本音で話をしましょうっていうことになって、じゃあお前はどういう人なのかっていう時に、ここに V ゾーンでネクタイが出てくるわけですよね。まあ今日咲いてる、あの非常にクラシックなスタイプのネクタイなんていうのも、元といえば英国のケンブリッジとかオックスフォードっていう、あの由緒ある、あのレベルの高い大学ね。で、大学、ユニバーシティとは言っても、中には20、30っていうカレッジがあるので、そのカレッジごとにみんなスタイルが違うんですよね。だから、ズバリもうネクタイっていうのは名刺の仮にもなってたということが言えるんじゃないかと思います。はい。右下がりとか右上がりっていう色もあるかと思いますけど。まあ、アメリカとイギリスの関係で言うと、イギリスのものは今トランプ大統領がしているように、まあ、右に上がっていくので、アメリカのものというのは逆に右下がりなんですけど、これにもいろいろ聞いてみると言われがあってですね、まあ、右に下がりになってから、あんまりこう縁起が悪くないんじゃ、悪いんじゃないのっていう意見もあるんですけども、ただこれ心臓から、例えば兵隊さんというのは剣を左側に持ってますから、これを剣を抜いてブワッとこう勢いよく上げた時にこの流れになるんだよっていう説もあったりするんです、ね、なるほど、そういう説もあるんですね。まあ本当かよって言うけどでも複数の人がそう言ってましたからね。だからなかなか本人は書いてないんですけどね、まあ口伝というかそういうものがどうもあるみたいですね。では先ほどちょっと襟 の話にありましたけど、はい、ボタンダウンとかどう思われますか？はい、ボタンダウンはですね、これもいろいろいわく因縁があってですね、まあイギリスの服っていうのは基本的に貴族階級の人で、社会的なステータスというか威厳を持たせないといけないということがあって、どうしてもイギリスの服っていうのはどちらかといえば背筋を伸ばして胸を反った時にこうフィットする服が多いんですけども、アメリカの服っていうのは逆に、これは一部こうイタリアの人とも通じるところあるんですけども、さっきお話したように胸筋を開くということからすればやっぱりリラックスしなきゃいけないわけで、息をスッとこう吐いた状態だと肩の両サイドってのはちょっと前に来るんですね。そういうところもあって、でもう一つはシャツの襟がもう本当に硬い襟だったんですよ。硬いだったんです。これも昔の取り外し式の襟を触ってみると分かりますけど、あんなもん本当にこうね、体鍛えて首の太い方が一日着てると血が出てくる人もいるんですよ。痛そうですよ。っていうのは白人はやっぱり皮膚がね、まあ薄いっていうじゃないけど、僕らよりかデリケートみたいですよね。だからタルカムパウダーなんかもよく使ったりするし、で白人っていうけどやっぱり血管の血の色が薄くなってちょっと肌がピンク色だっていうのもしょうがあるので、やっぱり子供の頃からそういう格好着慣れてればいいのかもしれないけど、アメリカ人っていうのはもともと貴族じゃないので、要するに貴族の的なポジションと収入を自分の後天的な努力で手に入れるっていうのがアメリカっていう国の、まあ、醍醐味っ
って言いますかね、うんうん、でそうするとやっぱり肩入りには慣れてないと我慢できないというか、それが一つのボタンダウンが生まれてきた背景だというふうに言われています。いろいろアメリカ人のこうあの合理主義的な考えとか、まあ、の19世紀の後半にプラグマティズムっていうその合理主義を近代化した哲学も出てきたりしましたけども、そういう流れの中でやはり自分が心地よくかつ相手にいかにこう誠実さを伝えていくかということみたいですね、まあ、あまりパブリックの場では避けた方が良いということにはなりますかね。まあ、もともと広まったのはアイビーリーグスクールの学生さんというか卒業生からなの で具体的にはあのブルックスバザーズという皆さん多くの方ご存知の会社が、一応会社の記録だと1896年から販売したしということで、うん、ブームになったのが20世紀に入ってからですよね。ですから20世紀っていうのは、まあ、のアメリカの時代、いろんな意味でアメリカの時代であったと。経済的な成長とか世界への影響力とかですね、うん、でその中で、まあ、アメリカ生まれなのでやっぱりアメリカのエリートを象徴するシャツっていう見方も出てきたんではないでしょうかね、うん、そうですよね、まあ、なかなかその辺のこうボタンダウンがどうとかワイドスプレッドがどうっていうのは日本人としては馴染みが薄いですけど、それ細部を気を配っていってしっかり第一印象を整えるってことがまず最初の。そうですね、まあ、これはプライベートじゃなくてビジネスの場っていうことですけれども、やはり公の立場にある方がボタンダウンを着るということはプロアメリカ、つまりアメリカのことは基本的に好きだよ、支持してるっていう、そういう意味合いがパブリックの印象として出てくるケースがあるんですね、うん、プライベートではもちろん着心地のいいシャツ、首も柔らかくてっていうのはそれはそれでいいんですけれどもね、うん、もしもお仕事の場面だったら逆にアメリカの会社と取引のある方だったらボタンダウンとストライプのネクタイというのは有効に活用されてもいいと思うし、でもなかなかそうとは言えないってことであればボタンダウンというのは控えた場合もいいことがあるということだと思いますね、はい、はい、今朝今日はありがとうございました。いえいえ。